どうも皆さんこんばんは。お酒とゲームとおしゃべりと C さんのゲームチャンネルの C さんです。今日も一日本当にお疲れ様でした。眠る前にちょっとだけ今 C さんラジオ聞いていかない？寝落ちしちゃう前にチャンネル登録と高評価よろしくね。取り上げてほしい話のリクエストがあればコメント欄にお願いします。ところでみんな推しポケモンっている？その子の何が好き？どんなところを推してる？ぜひ教えてほしいんだけど、みんなのその好きなところとか推しポケモンをね教えてほしいんだけども、私はねポケモンの SV スカーレットとバイオレットで出会ったエンニュートとバフュートンとバンバドロ、この3匹が特に推しポケモンなんだけどもさ、今日はエンニュートについて、このね素敵さ、かっこよさ、麗しさ、すべてを伝えていこうと思っていますでこのエンニュートのね何が好きかっていうとさ、まず第一にこの賢そうなところが好きなんだよね。あ、ヤトウモリも大好き。ヤトウモリも好きだけどエンニュートの方が好きなんだけどさ、この賢そうな、もうなんかさ知らないことなさそうじゃない？でその知識がいっぱいあるのに知らないふりしてそうな感じのところ、このねずる賢そうなところがめちゃくちゃ好きで、技が悪巧みってあるの知ってる？エンニュートの、まあ私が知っててみんなが知らないことないだろうけど、悪巧みっていう技をやった時にエンニュートワンコちゃんみたいにねおしまりとしてね横に寄れながらシュンシュンシュンって動くんだけど、まあそれがめちゃくちゃ可愛いのよ。でそれをさせたいがためにね、もう弱いんだけどエンニュートって出すと防御力すごい低いからすぐ死んじゃうのね。なんだけどどうしても悪巧みを挟んでからそこから火炎放射を吐きたいわけ。可愛いのよ火炎放射もさ、シャーって口からさ火吹きながらなんかちょっとさ本当恐竜みたいな動きをしてくれるわけよ。もう可愛い。だからそもそもこのフォルムがすごく好きなわけよ。恐竜っぽいところ、あと爬虫類もすごく好きだから、この2つが掛け合わさってもうドストライクなわけで、さらにね色もうこの黒にさちょっと黒、そう少し深い青めの紫とかのよりの黒にピンク色を入れてくるところがもうたまらなくない？やばくない？天才的じゃない？エンニュートを生み出した人本当にありがとうって思ってる。マジで可愛い。この動きやさ見た目やらさで色までもう全てにおいて素晴らしい。あ、口元ね、口元見て、もう口ハマハマしてほしい。もう腕とか差し出してカチカチしてってしたくなる。あーもうかわいい。わかるかな？わかってくれた？この愛しさがわかってくれたかしら。だからやっぱ一番はねこのエンニュートっていうのがね、もう私の中での推しポケナンバーワンに今のところはなっております。カードもですねエンニュートが6枚7枚ぐらいかな、ヤトウモリが 2,3 枚ぐらいなので、これからもですね増やしていきたいなって思ってますので、もしエンニュートとかヤトウモリが新しいパックに出たってなったらぜひ、C さんまで教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。あーちょっと興奮しちゃった。こんな感じできっとみんなもさ推しポケいるだろうから、ぜひどんなところが好きかってコメント欄で教えてください。楽しく読ませていただきます。ということで今日も聞いてくれてありがとう。明日がみんなにとって素敵な一日になりますように。また明日遊ぼうね。おやすみなさーい。